はい、こんにちは、ヒューズデンです。いつもどうもありがとうございます。はい、では本日はこちらです、こちらです。はい、ササプラスのダブルフィールサンハーフの、ご紹介です。はい、で、今僕着てるサイズでこれで、L サイズになります。はい、身長175、68キロで、L サイズ着用しております。はい、で、ですね、ダブルフィールサンハーフということで、ダブルフィールサンハーフかの商品名で、おそらくシャツだったと思うんですけど、もう出てたと思うんですよね。で、そっちの方はちょっと取り扱いがなかったので、まあ、今回このデザインに関しては初の、取り扱いなんですけども、仕入れたんですけども、あのフィールサンハーフの前にダブルついてまして、まあ、一応その意味は一応ここあのめくるともう一個袖ちゃんと出てくるんですけど、1枚上からかぶせてます。これガバッと、わかりますか、言ってること。まあ普通にあのデザインあって、でその上からもう1枚かぶせてるような感じになりますんで、生地はダック生地使ってますんで、結構ですね、あの防風性はこの、おかげで高くなってるんではないかなと思います。はいね、で、まあこう2枚仕立てになってますんで、ササプラスはあのガーデニングブランドに何度かお伝えしてますけども、ブランドになりますので、まあ、作業するときにグローブはめたときですね、グローブはめたときにグッとグローブはめて上からかぶせると、かぶせていただくと、よりこう作業するときに、まあ、手首痛めなかったりとか、あのまあ、汚れにくかったりとかっていうような効果があるために、まあ、このような形の構造になっております。はい、で、まあ、これがねちょっとデザイン性増してるようなところもあります。はい、で生地は、コットンナイロンの、ダック生地使ってますので、結構張りのあるものになります。はい、ですので結構ですね、ここもついてますから、防風性はかなり高いかなと思います。で大きさの方も少し余裕がある感じになってます。まあ、毎回ササプラスちょっと大きめというか、ちょっと余裕がある作りになってますので、まあ、ですので、これ1枚だと防風性はかなり高いんですけど、あの1枚だと、ちょっと保温性はちょっとありませんので、まあ、今の時期だとおそらくこれ1枚で、まあ、スウェットとかシャツとかでいいと思うんですけども、あのもうちょっと寒くなってった時とか、冬とかになってったら、中にフリース着ていただいたりとかすると、あとベストとか、あのより暖かいんではないかなと思います。はい、ね、でポケットの方も一応こんな感じで、ついてます。はい、で、ここが少しあの落ちてますね、マチがついてますんで、まあ、あのここに物を入れた時に、お財布とかを入れた時に、まあ、よりこう、ね、落ちないというような作りになってます。であとはですね、胸ポケットもついてまして、ここをひっくり返してというか開けていただくと、ここにもう一つポケットついてます。ですので、この中に、このように、財布ね、あの、ちょっと入れて、ちょっと大事な、落としちゃ絶対いけないものとか、この中に入れていただいて、使っていただけるんではないかなと思います。はい。で、これ僕まだ、1週間まだ着てないんです。今日の時点で。ですので、まだちょっと張りがありますが、もう少しね、着込んでった時には、ちょっともう少し着やすく、生地になっていくんではないかなと思うのと、ですね、こういうダック生地の、ベージュは、まあ、古着好きな方だと ご存知な方多いと思うんですけども、2、3年着ていくと結構ね、いい感じで色落ちてきますんで、雰囲気になってきますんで、まあ、そういった形で、まあ、時間は2、3年ぐらいかかっちゃうんですけども、まあ、その後、まあ、洗濯はどんどんしていただいて、まあ、生地をどんどん風合い、変わってきますから。まあ、何年経っても、まあ、今のこの状態からさらにちょっと雰囲気が変わって、またそこから楽しめるかなと思います。で、今僕ササプラスのワークパンツ履いてますけど、まあ、スラックスとか綺麗なパンツ合わせていただいてもいいんじゃないかなと思います。はいですね、こんな感じで着ていただきます。はい、はい、ということで、本日はササプラスの、ダブルフィールサンハーフの、ご紹介でした。はい。ということで、オンラインストアの方ではもう、ご購入いただけますので、サイズは M と L でご用意あります。はい。ということで、あとは商品説明、他は、SNS、インスタグラムとか、あとオンラインストアの方にも載せておりますので、まあ、そちらも合わせて参考にしていただいて、ご検討いただければと思います。はい。
ということで、あ、そうだ、ちょっとゆったり着てるんで、もしジャストサイズで着るっていうんでしたら1個下でもいいと思うんですよね。ですのでちょっと M サイズ着てみようかな。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと全然予定してなかったんで、用意悪くてすいません。M サイズ着ていただくとですね、僕が M サイズに着てみます。はい、よいしょ。あ、これね、二重仕立てになってるんで、ちょうどひっくり返ったんだろうなんですけど、見ていただくと、これ、表側の袖と中側の袖がこういう風になってますんで、本当に二枚仕立てになってます。これ、中。これ、外。結構、ここ二枚になってますんで、あったかいと思います。はい。これ、下にちょっと置いて、僕のだから、下に置いても大丈夫です。で、本当、これ今、M サイズ着てみます。切れます。こんな感じです。はい、これで M サイズです。175cm で68kg で、M サイズ着てこんな感じです。ですので、身長 170cm ぐらい、から170、160後半から170前半ぐらいの方が、この M サイズを着用していただくと僕が L を着た感じになります。で、175の68kg なんで、あんまりちょっとゆったり着たくない、ジャストがいいなっていう方でしたら、M サイズ選んでいただいてもよろしいんではないかなと思います。この辺の形はシャツなんですけど。で、170後半から180cm 前半の、お客様ですと、L サイズを着ていただいて、今僕が M を着ている、この雰囲気になります。ね、伝わってるでしょうか、言ってることが。はい、ということで、笹原さんのダブルフィールさんハーフの、本日は紹介でした。はい、ということで引き続きどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。いつもありがとうございます。